どうも、イリです。ということで本日は、ブレマイの聖地巡礼をね、していきたいと思います。以前ね、結構昔に、快晴の祠、ブレマイではね、とても重要なポイントだったと思うんですが、それをね、ティアキンで見に行ってみました。で、今日行ってみたい場所はですね、つい先日僕が、ブレマイの追加コンテンツで行った、E 型アジトの外の、あの巨大な大穴、あそこがティアキンではどうなってるのか、見に行ってみたいと思います。そもそも、あるよね。あ、これだ。めっちゃ近くに祠あるね。行ってみましょうか。ロツマムの祠。さあ、うわ、あるね、ちゃんと。だから、ブレマイの時は、ここ、あ、待って、発見。E 型アジトの深穴。そう、ブレマイではここでコウガ様を倒して、で、そしたらコウガ様はこの深穴に落ちちゃったんだもんね。あ、てか違うわ。コウガ様倒したのは、普通に真珠のクエストだったっけ？追加コンテンツあれだ、弾を落としに来ただけか。そして、うわ、なんか、よく見たらめっちゃ荷物とか置いてある。で、そう、今日の動画で気になるのは、コウガさんここで落ちちゃったわけじゃん。で、ティアキンのこの世界で、再び、どこだったっけ？あれ、ここだったっけ？中央大廃校。ここで、また再開したんだっけ？そう、だから、コウガ様はね、あの後地底で要は生活をしてたわけじゃないですか。だからなんかその痕跡とかがね、もしかしたらこの真下とかにあるのかなと思って。待って、なんかめっちゃ飛んでるんだけど、これ何？誰？君たち。めっちゃ綺麗なんだけど、これ。何なの？あ、消えちゃった。めっちゃ荷物はいっぱい落ちてるけど、特になんかあるわけじゃないな。てか、こっから中入れるのか。E 型のアジト。ちょっと入ってみるか。あ、待って。あべ。そっか、E 型の格好しないと。間違えたー！直ちに忍耐体制に入れってなっちゃった。いや、もうそんなつもりなかったんだけど、マジで。てか、あれなんよ。僕さ、昔の動画で木の棒だけでガノン倒すやつのせいで、武器ないんだよね。ちょっと今戦闘なの困るんだけど。オッケーオッケーオッケー。いたよね、この巨大な男も。徘徊してたもんね、この中で。今、E 型の人たち倒したけど、これで入れんのかな？一応、ちゃんと格好も E 型にしとっか。よし、これでいこう。てんてんてん。お、よし、入れ。僕ね、ティアキンでは、この奥まで来た覚えがないんだよね。ちょっと待って、バナナめっちゃある。バナナだらけなんだけど。君は？構成員。ぼさっとする暇があるならお前も手伝え。地底拠点への物資はまだまだ足りねえんだよ。リンクの野郎が支部で暴れて、食料や資材の調達に支障が出てる上に、地底の奴らにはせかされるし。あ、そういうことか。地上班と地底班がいて、今地底班の物資がちょっと足りなくなってるから、送るみたいな感じなのかな。すんげえ量のバナナあるよ、みんな。ちょっと欲しいんだけど、これ取れないんだ。いや、懐かしいな。こっち側はこっちの奥。見張りはいないのか。やっぱブレワイやってからさ、来ると全然ちょっと見え方が違うよね。こっちの奥ってさ、あ、これブレワイの時もここトゲいっぱいあったんだけど、この奥って何あるんだろう。これ行けんのかな。あ、行った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 。え、ここ何？え、すごい、待って、隠し部屋なんだけど、ここ。宝箱あるよ、みんな。これ期待していいのかな？期待していいか？開けます。バナナじゃないよね。斬新の太刀。これあれか。壁壊してくるところか。これどこに繋がってんだ？あ、へえ、なるほどね。横から来れたんだ。ここだけ。他はダメか。あ、ないんだ。ここだけなんだ。じゃあ待って。これ、ブレワイでもここ来たいな。何があるんだろうね。ということで、じゃあちょっとね、地上の方は、まあ、とりあえず探索できたということで、次、地底行ってみましょうか。この真下、何があるのか。ちょっと何もなかったら何もないで困るんだけど、行ってみますか。行きます。ほっ。なんか仮拠点みたいな、テントみたいな貼ってあったら、面白いけど。甲賀様では落ちるときにテントなんて持ってってないもんね。あ、物資は、あるね。上から落としてきたやつなのかな、これ。あー、これ使ってたのかな。これ使ってたっぽいね。相変わらずバナナがいっぱいあるけど。なんでそんなにバナナ好きなの、マジで。その辺の背景が全然わかんないんだけどさ。でも、あれだね。特になんもないんだけど。思ったよりはなんもない。周りからなんか見えたりするかな。なんもないな。多分なんもないと思う。そうなんだ。いや、なんかね。あったら面白いかなと思ったんだけど。で、そしたらさ、僕、実は、エピソードチャレンジでこれ、E 型団総長、甲賀様の陰謀ってやつ、実は、これをね、まだクリアしないんだよ。ちょっとやってみようかな、これ。久しぶりに甲賀様に会ってみたいし。甲賀様は、中央大廃校から続く、石像の先、ゲルド廃校へと向かったらしい。ありがたいね。マップで示してくれるんだ。行ってみるか。ここね、ゲルド廃校。あ、あった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 。ここか。戦いそうな感じだね、あれ。てかさ、これ僕、E ガナンのまま行ったら、甲賀様に気づかれないんじゃないの？なんか、レア会話聞けたりしないのかな？あ、いた。なんかやってるよ。なんかやってる。何やってんだ？あ。あ、動かそうとしてんのか。でも、甲賀様じゃできないもんね。右手を使うんじゃないのか。何度やってもダメだ。おい、そこのお前。ちょっと試しにやってみろ。あ、待って、これ気づいてないんじゃない？あ、
リンク動け。少しぐらいはなんか動かないと。で、貴様、そんなもん被ってても分かるぞ、リンク。いや、分かるんかい。貴様、追ってきやがったのか。てか、ちょっと待って、なんで分かったの？すごくない？貴様のやった通りにしたのに全然こいつ反応しないぞ。見よう見真似してみたんだ、リンクの。かましやがって。覚悟しろ。そっか、甲賀様には聞かないんだね。バレちゃうんだ、この E 型の服装にしてても。じゃあもう、ゴリゴリに最強装備にするけど、こっちも。じゃあ、満足でっか。あ、やべえ、待って、そうだ、武器ないんだった。忘れてた。あ、やばい。危な。危な。あいつ、あのゾナーギア止めたいな。よし、爆弾でいこう。さあ、正面来た。はい。お強っ。一発でこんなに与えられるんだけど。どこ行った？あれ？どこ行ったの？あ、いた。うわ、バリア張りやがった。ちゃんと対策してきやがったな。これ、あ、行った。え、マジ？ロケット盾使って、上からやろう。バリア張られたなら、さらにその上から。やばい！こいつもさらにその上来ようとしてる。あ、待って、いける。かわいそうに。よし。甲賀様全然強くないんだね。心なしか砂っぽいぞ、ここは。目にゴミが入ってかなわん。今日のところもこれくらいにしといてやる。このガラクタゴーレムは反応しないし。えい、作戦変更だ。これまだ続くの？神尾の力、奪うぞ作戦は、やめ。あの力もありゃ、ちっとは役に立つかと思ったが、元より俺様の本来の目的は別。この地で手に入る強力なパワー、ゾナエネルギーの結晶を集めること。それで、これまた強力な神尾の兵器を蘇らせ、偉大なる存在、あのお方に献上することだ。あ、甲賀様の目的って、このあのお方ってガノンドロフのことなのかな？に、神代の兵器、なんだろう。結晶使って言ってたから、ゾナウ兵器ってことなのかな？を、ガノンに献上することが目的。さすればあのお方の望む、世界の終焉が叶うはずなのだ。貴様に捕らえた力などなくても、俺様はすでに最終兵器復活のため、着々とゾナウエネルギーの結晶を集めている。この地はすでに掘り尽くしたハゲ山だ。ホスケだ、くれてやるよ。俺様は東の廃墾へと旅立つ。え、そんななんかワープできるんだったら、もう直接行けばいいのに。お、宝箱出てきた。ちょっと宝箱開けるか？ほい。え、ゾナエネルギーの特大結晶？そんなのあったっけ？ちょっともう覚えてないけど。やった。ありがとうございます。まだ、あー、ここね。はい。行ってみるか、じゃあ。ラネール廃坑。周りが水だ、ここ。さあさあ。いますか？いた。え、まだやってんの？無理だって。もう分かったでしょ、さっきで。くそ、おかしいな。右手の角度が悪いのか？絶対そういう問題じゃないと思うんだけど。まだちょっとずれてるか？いつかそこに、貴様、俺様を不意打ちしよう、などと考えていたな。この、表の目！かわいいな。地団土の踏み方がかわいい。作戦は変更したんだからな。この辺りは、あらかた採掘したから、さっきのは、あれだ。ポーズ決めんな、いちいち。暇つぶしだ。こいつ何？いちいちポーズ決めなきゃダメなの？まあいい。こんな場所まで追ってくれとはしつこいやつめ。確かに。久しぶりの再会だったから相手をしてやったが、今の俺様は貴様など眼中にないのよ。終わりの時は近づいているのだからな。さあ、今度はどんな感じ？あ、待って、水中戦か、もしかして。水上戦だ。俺様が直接貴様の相手をするまでもあれまい。お前らやっちまえ。あ、そしてここに船っぽいゾナギアがある。ただだよ。これはもうこうでいいもんな。空中からボッコボコにできればもんね。なんならもう同じ船に乗ってもいい。よいしょ。あ、壊れそう。弓。あ、やべえ、壊れちゃった。さあ。じゃあな、甲賀様。あ、意外と硬い。待って、逃げないで。やべえ、逃げちゃった。どこ行った？あ、そしてまたバリア張ってきた。さあ、甲賀様。あ、待って、そのバリアって何？そんな全部隠してたの？あ、やばい。ちょっと待って。そう。痛い、それ。登ってリンク。ちょっと手こずってんだけど。さあ、でもこれで終わりだ！オッケー！ぐぬ。えい、操縦桿が濡れて滑っちまった。しかしリンク、時すでに遅しだな。ここのゾナエネルギーの結晶も取り尽くしたぞ。そして驚け。部下からの報告が入ったのだ。あのお方の魔王様の居場所が分かったとな。あと一歩だぞ。あと一歩で我らイーガダンの宿願が叶うのだ。ゾナエネルギーの結晶も十分な量に達してた。次の廃坑が最後となるだろう。聞けリンク。俺様は北西の廃坑へと向かい、そこで最後の採掘を行う。その力で最強兵器を起動し、魔王様に捧げ、この世界を終わらせてやるのだ。次こそ最後だ。ということで、またここも宝箱出たから開けましょうか。同じかな？多分。オッケー。ゾナエネルギーの特大結晶。ありがとうございます。じゃあ行きますか。最後だって言ってたね。ここか。ヘベラ廃坑行きましょう。あ、あった。あったし、ここ来たことあるな。覚えてるぞ。ヘベラ廃坑。最後だから、ちょっと強いんじゃない？今までより。あ、いた。精神統一してる。行ってみるよ。待っていたよ。もう、十分なエネルギーの結晶が手に入った。これで、魔王様に捧げる最強の兵器は復活する。
今日は記念すべき日になるだろう。やばいやばいやばい、ゴーガ様、なんか結構ボス感が出てきたよ。最強兵器の復活、そしてこの世界の終わりの始まりの日として、見よこの美しき古代兵器。え、何怖い怖い怖い、ちょっと怖い。うわ、すげえ、ゴーガ様こんなの作ってたの。ゾナウゴーレムだ、すごいじゃん、ゴーガ様。リンク、貴様はこの最強兵器の実験台となって散れ。そして俺様は行くのだ。魔王様がいると聞く、ハイラル城の底の底。すべての終わりの始まりとなる地。ハイラル城、地底の最深部へ。え、待って。やばい。ビリビリの鉄線で仕切られちゃった。さあ、かかってこい。今度こそ貴様を葬ってやろう。さあ、始まったよ。最終決戦だ、ゴーガ様との。これ、矢効くのか。あ、めっちゃ効く。これ僕乗れないの？これ、あ、ダメか。操作できない。ゴーガ様、何今の転び方、めちゃめちゃ可愛かったけど。あー、早い早い、殴ってくんのか。これ殴ったらぶっ飛びそうだよね。この鉄線に当たっちゃいそう。まずいまずいまずい、ちょっと距離置いてでゴーガ様、弓一回当てたな。ちょ、見てほら、これ間抜けすぎるでしょ。そんな地面に埋まるかな。だいぶコンクリートみたいな硬そうな地面だけど。あれ、どこ行った。あー、バリアしてくんのか。あー、待って、痛い。待てよ、どうすればいいんだこれ。このバリア、これどうすればいいの。やばいやばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、痛い。鉄壁の防御すぎるんだけど、ゴーガ様ちょっと待って、痛い痛い痛い。あれか、なんだっけ、バネ、バネ、バネある、バネある。バネをスクラビルとして、これで吹っ飛ばす。全然違かった。それか、僕もミネル出すのか。さあ、来い、ミネル。オッケー、行くぞミネル、行くぞ。マジでほとんど乗ったことないけど、どうやって使うのだミネルの使い方が分かんないんだけど。ミネル頑張ってくれ。間違えた、ミネル、君はどうやって使うの。あ、こうか。オッケー、ガードして、ガード。よいしょ、あ、いいぞ、食らってる。いいぞ、いけ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 。めっちゃ怒ってるゴーガ様、めっちゃ怒ってる。怒ってるだけなんだよな。でも次、雷当てる。やばい、もう腹立ちすぎてまずいことになってる、ゴーガ様が。マジ、君どうすればいいの。君本当に分かんないんだけど、どうするの、どうすればいいの君。ちょっと、あ、いった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 、なんでだなんでだ。ちょっと待って、もう今のうちにやっちゃう。ちょなんかたまたま行ったんだけど。いや、おいしい、行け、ミネルも一緒に行け。あー、オッケー、倒した。危ねえ、ミネルも助けてくれた今。俺様の兵器が、最強兵器がやられるとは。おのれ、あとはこの兵器を献上するだけだったというのに。あ、今のやつを献上しようとしてたの。じゃあ僕めちゃくちゃぶっ壊しちゃったってことね。こんなことがあってたまるか。どうしたどうしたどうした。わあ、この俺様を本気にさせてしまったぞ。え、まだあんのこれ。貴様は俺様がこの地で生み出した新奥義で葬ってやる。なんだ、新奥義って言ってたよね。やばいやばい、これは結構怖いぞ。これでおしまいだ。行け、新奥義、ゴーガ様ロッケあー、飛んでっちゃった。すごい漫画みたいな飛び方してる。やばいやばいやばいちょっと待って、かわいすぎんか、さすがに。あ、え、上行ったよ、上、次。あ、そしてところが2個出てきた。ということで、これ全部クリアしたね、ゴーガ様のやつ。さあ、開けてみますか。なんだろうね。1個は特大結晶なのかな。あ、特大結晶。じゃあもう1個だ、こっちだ。なんだろう。いいやつ来い。あ、ダイヤモンドね。え、ちょっと待って、どこの穴飛び立ってったんだ。ここだよね。この空は名もない。うわ、なんだろうね、これ。また次の新作ゼルダとか、まあ、もしくはダウンロードコンテンツとかで、その秘密が明らかになってくるのかな。よし、というわけで、本日はこのぐらいにしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。最後にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回の動画を見てください。バイバイ。